四国停電してる。あら、え、そうなん。四国停電なん。全国ニュースでやるレベル、心配やね。なんで停電してるの。香川は復旧してる。そうなんだ。皆さん聞いてください。なんとこたつを出しました。イエーイ。こたつ、やった。というわけで今年初転倒したいと思います。こたつ点灯式。はい、それでは皆様お集まりいただきありがとうございます。こたつ、今年の初こたつ始めを、こたつ始めの式に来てくださってありがとうございます。今年も冬を一緒に乗り越えていきましょう。それではご唱和ください。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、点灯、ついたー。イエーイ。高くなるかな。点灯しました。ありがとうございます。ありがとうございます。これで冬を越せますように。あ、心なしか足のあたりが高くなってきたような。九州の部ミラボありがとう。これがワイラのイルミネーションや。下手なイルミネーションより好きかもしれない。暖房はないの。暖房も入れてる。どうもミラバありがとう。こたつ点灯式に立ち会えて嬉しい。年に1回ですからね。埼玉のいたミラバありがとう。年に1回のね、この瞬間に立ち会ってもらったこと
一生は無理だな。来年のほとてしまう時ぐらいまでは忘れません。ありがとう。はじめだよ、ミラボありがとう。あったか。今日から消し忘れに気をつける日々だ。いい意識だったでしょ。これビジネスにできるかな。こたつの明かりの画像を送ってほしいメールで。いや全然 あの地味なのよ、地味なのよ、全然わかんないと思う。赤くないもん別に。結構地味でして。点灯式のチケット買ってたのに遅刻した。ゲル、チケット売ってたんだ。ビジネスにされてた、知らぬ間に。みかん付きチケット、やば。今日は朝でも9時ぐらいに宅急便が来たんですよ。で起きて二度寝して起きたら1時半ぐらいで、1時半かと思って、1時半で、で何したっけな、あ、洗濯回したんだ。洗濯回して休憩して、で気づいたら5時で、洗濯干して家にある段ボール全部開いてゴミまとめてたりして休憩して、で生ハム食べたいと思ったからコンビニに生ハム買いに行って生ハム食べてダラダラしてたら今です。休んだ、めっちゃ休んだ。でも家めっちゃ綺麗です。こたつ出したし、こたつ出したし加湿器も出したし、だし洗濯もしたし、あとね靴がね散乱してたんですよ玄関に。あの冬の靴とさ秋の靴と夏の靴がもう散乱してたから、靴を選別してちゃんともう使わないやつはしまってみたいな、そうしましたね。こんな感じですよ。はい、だからなんだかんだまあ充実はしていたかな、無駄にはしてないって感じ。今日と日を夕日を
キャリーも片付けたしね。だいたいキャリーがさ1週間くらいさ、家にあるのに、1日で片付けた。11月13日チケット買いました。あ、山口、うん、お疲れんこん。メール送ってる。ツイートは？何ツイートはって、今なんか私を縛ろうとしてる。やめてやめて、モラーを感じるわ。ツイート散々したし。自分の言葉でアイドルを動かそうとするのはやめろ。よよ、でもさっき自分のツイート欄をこうやって見てたんですよ。そしたらなんか昨日今日となんか文字数多くね。なんか今までは写真貼って一言みたいな感じが多かったけど、昨日今日となんかすごい文字数が多い。なんでだろう、なんでだと思いますか。めっちゃめっちゃ文字書いててびっくりした。昨日と今日と、ね、なんか別に なんでだろうって感じなんだけど、謎。あ、広島に帰ってテンションが高い。確かに。よし、よし。今日の夜ご飯はもう決まってるけど、その夜ご飯と自撮りしてメールに送るためにちょっと顔を整えていきましょう。
あーもう家最高。なんか今日ベッドで一日過ごして思ったことは、こんなダラダラな一日があるのに、なんか朝5時から夜の12時とかまで仕事しなきゃ、仕事しなきゃってか仕事は好きなんだけど、なんか人が多いのが嫌なんですよ。メンバーとかそのスタッフさんとか、なんかもうね、大人数グループだから大きな仕事だと、もうほんと周りに人が100人ぐらいいる状況で一日いなきゃいけない時とかあるわけね。それを考えたら、もうなんて今日はなんか最高なんだと思って、うん、泣きそうになってた。もう猫と自分だけで暮らしていく。なんかずっと新幹線とかさ、電車とかもめっちゃ乗ってたしさ、ここ1週間なんか周りに人が一人もいないのが快適すぎて、幸せでした。今日は私にしか会ってない。あ、コンビニのレジの人には会ったけど。こんばんは。言葉の発し方忘れなくてよかったそんなに隔離されてたって。でもスケちゃんと電話とかしたし、四国の停電大丈夫かね。でも今日段ボール片付けたの偉かったな。なんか部屋は片付いてるんだけど、段ボールがあるせいでなんか結構こう視覚的なノイズだったから、それが良かったです。順次くん、探偵ベアありがとう。ごめん、フェイスパウダーしながらのお礼で。段ボールは手が荒れる。そうなんですか？停電ってあんま体験したことないな。
昨日の夜中勢いでちょっと前髪切ったけど意外と大丈夫だ。原因は調査中。調査中。こんばんは。お疲れんこん。11月23の花だれに出ます。東京以外で花だれ出るのめっちゃ久々かも。車椅子で行きたい。ブルーライブだから見やすいと思うよ、車椅子でも。こんばんは。あかりさんのアンダーってどなたですっけ。いや、アンダーとかないから、その子のポジションだから、すべて誰かの代わりとかじゃないんで、メンバー一人一人アンダーとかはいません、基本的に。よいよいよい。ふう、集中力使う。これそうだ、ビューラー型のホットビューラーをゲットしたんだけど、これは使えるのだろうか。これがホットビューラーなの。ここが熱くなる。怖いよね、でもちょっと。ドキドキ。あ、でもそんな熱くないのか。熱くもできる。怖い。やってみるけど怖い、ちょっと。
拷問器具。いや、熱ってなったら拷問器具だよ。一昨日マスク、まつげで痛い目に遭ってるのに。あ、熱いけど耐えれるな。よくわかんない。よくわかんない。できてるのか。謎です。ちょっと練習します。何事も練習。あ、でも上がった気もするな。ちょっとひよってさ、熱いのが怖くてあんまガンってできなかったけど、これはしっかりやれば上がるやつな気がする。徐々に恐怖心をなくしていこう。停電ほぼ解消した。あ、本当？よかった。高松で停電、香川で停電、珍しいね。高松はしてない。感じで。香川は元気です。よかった。香川だけど停電知らんかった。すごい。高みの見物ってやつ。やるやん。花垂公園をきっかけに STU を押し始めた。いいね。入り口が花垂公園ってめっちゃいいね。あれは STU の良さが詰まってる。うわ、てか顔変わった。メイクの大事さが分かりましたね。だって最初はなんか笑ってんのか目開いてんのか目開いてないだけなのか分かんないみたいな顔してたけど。てか前髪切ったけど上手くない？昨日の夜お風呂上がりにノリで切ったんだけど、まあまあうまくいってる。
なかなか良いのでは。一つの投げ虫最高、ありがとう、最高って言ってもらったところで無事になりましたけども、ちょっと軽く熱を入れていこうかな。前髪寄り目タイム。かりちゃんかわいい、当たり前だ、なめんな。私のあのモテないポイント言っていいですか？なんか可愛いって言われた時に、なんか言われ慣れてないから、みたいな感じでそんなことないですよとか、ありがとうございますとか言えばいいのに、みたいな感じ、なんかみたいな、みたいな感じで言っちゃう。そう、すいませんね、いつもそんな感じで。でもさ、押してくれてるのにさ、そんなことないですよっていうのもあれじゃんね。だって可愛いと思ってさ、握手会とか来てくれてるじゃん。だから難しいなと思って、そんなことないですよもう失礼だし、でもありがとうございますもなんかちょっとなんかこなれすぎてるかなって、だからその結果ねえみたいな感じになっちゃうんですよ。難しいよね、なんて言えばいいのか。普通に嬉しいとかでいいのかな。未だに正解が分かってないですけど、女の子に可愛いって言われた時なんか、可愛いって言われたら、可愛いって返してしまうっていう。もう女子はいるだけで可愛いと思ってるから、女子と可愛い合戦みたいになっちゃうし、テヘペロ。よし、こんな感じで。こんばんは。今日は休みモードだから LINE 返しません。カープ HK 最高、最高、当たり前こうやって返せばいいの。皆さん今日は最高なことがありまして、最高なことがありまして、なんと先々月にショールームのイベントで皆さんに勝ち取っていただいたうなぎの方がですね、届きました。イエー、最高、これこそ最高、うふふ、やったー、パチ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 、
ありがとうございます。はい、なので今日は土曜牛の日です。土曜牛の日は私が決める。はい、なので今日はうなぎを食べたいと思います。ギヒヒ。だがしかし一つ問題があるのだ。それもとても大きな問題があるのだ。それは今こたつがあったかくて気持ちよすぎて抜け出せない。ピッ。はじめだよ。面白い女タワーありがとう。何それ、面白い女タワーなんてあるの。東京遠征5日お疲れ様。休める時に休んで次に備えて、ね、来てくれてありがとう。嬉しれ、嬉しれじゃない、面白い、ありがとう。とりあえずさ、あのタワーのお礼を書いて片すべるか決めよう。はじめだよありがとう。ありがとう。いつもみんなの面白い面白い女タワーありがとうございます。あ、出忘れてる。出忘れっけ。ミラパレット。にゃーん。ありがとうございます。ありがとう。さて、こたつから出ろか。前髪短いの可愛すぎだろ。でかい鏡で今の可愛い自分の顔面を見たいからこたつから出ようかな。だって可愛いし。前髪短いのかわいい。東京5日間切っとけばよかった。かわいい。
え、可愛すぎる。やばいやばい、モテちゃうモテちゃう。 MMK だ。モテてモテて困っちゃう。やばいやばい、大正時代みたいな、大正時代みたいなスラング使っちゃったよ。 MMK なんて言わないよね。よし、さあ、意味わからん理由でこたつを抜け出したところで、よし、うなぎだ。うなぎリーフレット。徹底した水作りが生んだ三河のうなぎ。おいしいうなぎはいい水からという考えから、限りなく自然に近い水環境で生き生きとしたうなぎだけを育てました。タレへのこだわり、豆大豆とたまりのブレンド醤油を使用。隠し味にうなぎの焼き骨を入れて仕上げたかば焼きのタレは深いけど重すぎず、香りとコクがあり、うなぎ本来の旨味を引き立たせます。カツオウナギの選別、熟練した職人が一尾ずつ手に取り、感触柔らかさ色を確認して良質なカツオウナギだけを選別していきます。お召し上がり方、でやばい、解凍したうなぎを袋から取り出して書いてる。やっぱ解凍しなきゃいけなかったの。解凍する時間あったけど、解凍するしなくていいかもと思って解凍しなかったんだけど、なぜか。まあいっか。これ3つ入ってるけど全部食べる？解凍するとは思わなかった。する頭はあったけど、え、これさ、これが3袋あるんだけど、全部食べれるか今。いや、多い？どう思う？とりあえず湯煎しよう。え、一袋でいい？じゃあ一袋にしよう。違う、なんでかっていうとね、こういうめんどくさいやつって私ショールームで一回やったら、一回やったらもうめんどくさくてやんないんだよ。で、多分冷凍庫の中で冷凍焼けして終わるわけだから、もうできるんだことなら一回で済ませちゃいたいの。全部わかるかな、このズボラの頭の気持ち。まあ丁寧な暮らしをしてるみんなにはわからないだろうけど、今テンション上がってるから、とりあえず一回作ってみる。ご飯出そう。でもさ、ご飯もミニサイズしかないから。え、かわいい今日。やっぱ前髪切っていけばよかった。前髪切ってんのかわいすぎる。ご飯も少なめだから、とりあえず少なめでいくか。見て、ちゃんと電波組の服着てる。って顔も撮ったか。
あ、お湯沸いた。ウナ投入。グリルってやったら美味しく焼けるってよ。フライパン。フライパンでもいいって。グリル臭くなるの嫌だし。フライパンの場合は皮を下にしてお酒を少量振りかけて蓋をして蒸し焼きにしてください。え、お酒何がいいんかな。スミノフ、ジン、ラム、これなんだ、ボルス、梅酒、ミスヤ、誰がいくだ。スミノフではないだろうな。あ、料理酒。料理酒、料理酒か。でもお湯の場合は冷凍からでもいいんだ。なんだっけ、皮を下にしてお酒を少量振りかけて蓋をして蒸し焼き、中火で 2,3 分量。タレはついてたよ。かば焼きのタレ、かば焼きのタレ、一応しくか。タレご飯でいい。確かにタレだけで食べるし。よし、料理酒を。
2、3分。え、待って、これご飯何杯でもいけそうだよ、すでに。ワクワク。タレだけでいけるよね。これはご飯3パックいっちゃうかもしれない。山椒は捨てた、いらないから。もし私が3パック行こうとしててもみんな止めないでほしい。東京遠征頑張ったから。もう存分どうぞ。私がもしちょっとデブになっても、その時はなんか その時はちょっと遠回しに言ってほしい。やば。めっちゃいい匂いするんですけど。その分こちらも増量します。確かにバランス取っていこう。これを3分の1だけ、もうちょいいけるか。こんなもんかな。いいよ、足りなかったら足そう。やば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 い。うまそううまそううまそう。じゃーん、できた。簡単でした。じゃーん。イエーイ、ちょうどいいんじゃない自撮りしなきゃ、そのためにメイクしたんだから。真面目でアミラボありがとう。これは最高です。よし、いただきみゃーん。イエーイ。おお。おお。ま。ま。わ。go
ミカちゃん最高、ありがとう。これでもうなぎの量足りない、うなぎやっぱ2袋いったらよかった。でもめんどくさいからいいや、今日はもうちょいタレ入れよう。次は2袋いこう。これふるさと納税でうなぎいいかもよ、みんな。おすすめコンテンツかもしれません。簡単にうまい。うまい。米が進むやつです、これは。どうしよう、終わっちゃった。あ、これ交換をしなきゃ。けどもういい。近所の治安悪い。いや、私が平和を守ってるこの辺の。
11月15日までのドリンクチケットがある。やばい、来週だ。こんばんは。歩くスタンプたまったよ。遊園地ありがとう。皿洗いするか、とりあえず。一旦してみて考えよう。シャンプーとリンスの詰め替えもしたしよ。えらい。排水口も片付けたし。えらいでやんす。私もシャンプー詰め替えた。えらいな。え、ダウンデビューしました。マジ？昼どうすんの？夜はダウン確かに持っていけるけどさ、朝からダウン持っていけなくない？どう？でもまあウルトラライトダウンならいけるか、ユニクロとかの。どうなんですかね。セーターデビューする。うなぎ食べるの？
もう食べ終わった。うなぎ美味しかったです。あ、作りたいものあるかも。皿洗いしちゃったけど、枝豆のペペロンチーノ作りたい。ペペロンチーノってどうやって作るんだろう。デザートっていうか、こう、なんていうの、おつまみというか。早く福田あかり公演、プロデュース公演でセンターで踊る姿みたい。福田あかりプロデュース公演って自分は出ないよ、やるとしても。なあちゃんみたいにたまに出るみたいな感じじゃない、プロデュースって。自分でやって自分で出る人いるのかな。いつかやりたいけどね、プロデュース公演。だるまありがとう。ペペロンチーノ、実は今日お昼ポテトを揚げて食べてしまった。今日は自分に甘い一日だったな。反省反省。応援してくれ。かわいい5個ありがとう。体重管理大変だね。体重なんて気にしたことないわ。どうでもいい、見た目が良ければ。ペペロンチーノの作り方、とりあえずお湯沸かそう。あ、さっきのお湯残しとけばよかった。冷凍枝豆久々に買ったな。よよよ、
豆ってチンでいいの？マジ？お湯いらないじゃん。ラップで温める。知らなかったよ。真似してるからタイマーないと思ってた。全然あるよ。全然ある。でも磁力が弱すぎていつもひっくり返ってる。仕事取れた。作るんだろうか。みんなを失業させてしまった。枝豆ペペロンチーノ、ニンニク塩、オリーブオイル、オリーブオイル、ニンニク、鷹の爪、オッケー、ニンニクチューブでいいかな。のイントネーションが力士、力士おもろい。ニンニクチューブしかない。4分長いな。4分長い。パーブルみたいにこう歩き回っちゃう。唐辛子もないけど、まあまあなんか七味とかあるからいいよ。傘でも畳むか。傘全部開いてる。
傘立てじゃなくて傘掛けにしたら最高なんだよね。この前リコチと集合したら、私クリームソーダの傘で、リコチレインボーの傘で、なんかこう広島の街ですごいハッピーな二人がいた。おもろかったな。みんな大体地味な傘じゃん、ような。あっつ、蒸気が。派手な派手な二人が、ちょっと後でいいや。オリーブオイル、オイルガード、うおー、こういう時のオイルガード。クリームソーダの傘の近況ありがとう。気になってたの。なんで肩に倒れかけてた。クリームオイル、もうなくなる。これ味の素だ。あ、ザクザク唐辛子。ニンニクチューブ。ちょっと控えめで。よし。ここにシオエダマメを入れます。これを絡めていきます。これだけやることは。それだけかな。ペッパー少量って書いてある。少量入れた、ほんまに少量。
マジでお酒に合うと思う。じゃーん、こんな感じかな。よっ、できた。おー、いいじゃねえか。じゃーん、パスタは入れてないよ、つまみです。あ、ちょっとお酒はね飲まないですからね。コーラでいただきます。塩茹でしてオリーブオイルと唐辛子とニンニク以上。うまどうぞ。なんかお通しの枝豆あるやん、居酒屋とかで。この一手間でこれにしたらレビューの星が1個上がると思うんだよね。お通しでこれ出てきたら当たりやなと思う。マヨネーズいいね。アカリンってコーラ飲むんだね。アカリンってお酒飲むんだねみたいに言うやん。コーラ飲みますよ。まあまあ。うまっ。心配なる。
野菜食べて偉い。これ野菜に入るの？豆うまい。やばい、なくなる。冷凍の枝豆2分の1袋やったけど1袋いけたな。小腹が空いた時にいいね。確かに。これは近々また作ろう。枝豆食べるプロすぎた。ごちそうさま。再び皿を洗うのだ。オリーブオイルがやばい。いいのって調べて作ってみて、めっちゃ今の感じで食べれるからおすすめです。よくない？洗い物してる。一人暮らしなんだ。
臭くなるのでちょっと軽く歯磨いておきます。じゃあこれにて解散。お茶お茶、よし、あーわぴ、ごちそうさまでした。おいしかった、おいしかったですか。また作ったるわい。
こんばんは。あったかい。みんなこたつ入れてるからあったかい。ここ停電治ったのかな。治ったみたいよ。以上。やったね。本当に冬が来てるわ。これは寒いもん。あ、11時11分ポッキー、今日ポッキー売ってたコンビニで、大々的にポッキーの日だよって。今年もジェラピケでブリッコできる季節がやってきたか。みなもありがとう。かわいいよね。今年もジェラピケでブリッコする季節がやってきたか。埼玉のおいちゃんめっちゃかわいい。ありがとう。共に冬を乗り越えようじゃないか。無言の要求があったので死ぬおもろい。無言の要求って何やろ。分からん。熊行けん。分からん。それだよ。ミラボありがとう。可愛い主義。
写真を撮ってます。あー携帯落とした。こんな感じです。今年の冬はどうですかね、皆さん。毎年変わらない冬ですよ。かわいい、かわいい。やばい、もうさ、こたつ出して暖房入れてモコモコパジャマ着ちゃってるから、もうこれ以上の防寒はあと電気毛布ぐらいしかないんですけど、大丈夫そうですかね。もう自分にできる防寒は全部しちゃいました。来週は暖かくなる？再来週は？ささ来週は？来月はもっと暖かくなる？来月もっと暖かくなってもらわないと困るよ。来月がもっと暖かくなったら、世も末。死んだ。もう末なんだ。この世は終わりに近づいてるってこと。来週山口、山口はね
山口は多分寒い。あれ歌おう。STU がクリスマスコンサートで絶対なぜか毎年歌う曲。思い出の列車でどこへ向かうの、窓の外は季節のちぎり絵、紙吹雪みたいな舞い散る雪、夏の太陽がそっと火をつけた遠い失って心はバランス取れず別れてしまったね。いつの間にか冬将軍、隙間風が通り過ぎる恋の後に冬将軍、一人は切ない、あなたをずっと好きでいたかった。肌をさすぎた風に足早になる、海の街どこも閉まってて、
これかな、これと12巻かな、冬曲、クリスマス曲はね、いろいろありますけどね。12月ではまだないからなって考えると、秋の歌は難しいね。なんかあんまないね。金木星とかやっぱ春と夏が多いかな、季節の歌は。あ、アンクレットね、リミディの卒コンで歌ったな。ちょっと福フェスのアーカイブを新幹線の中で見たから、これの余韻で。いつもの公園のベンチの指定席、みんなに人気のリレーの木陰の下、僕たちが明日から気まずくなってしまう。Bye.
言ってたのに夢と現実は違う。もうここには来られないと君が泣いた夜、未来の一歩目を引き止めちゃいけないと思う。だからこの未来の木の下で君は見送るの。ありがとうございます。スクフェスのアーカイブ見ててなんかすごいみんな可愛くて楽しそうでよかったなって感じ。そう、 2.5 期ちゃんの仲間にも入れてもらえてありがたかったですね。なんかミューポンが嬉し泣きしてくれてたみたいで、よかったな、よかったって気持ち半分、もっと抜かれてほしかったなという気持ちが半分。今回ね 2.5 期ちゃんと3期ちゃんと一緒にやっていろんなこと知れたから勉強になりました。みんなのこともっと大切にしてねって思った。みんな頑張ってるもんね。初めてよミラボありがとう。むぎもしミラボありがとう。旅人ミラボありがとう。おいたミラボありがとう。にゃ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 、もうここにはよいしょ。拍手ありがとうございます。よっ。まあどっちをやるかを楽しみに。いつにしようかね。めっちゃ久々にこれ歌おうかな。乗り越え非常口抜けて教室までの最短コースさ、ふと隣を見たら地獄上昇犯、君と競い合ってた。螺旋階段登ってゆくとき、制服のスカート短すぎるよ、君のお尻がチラチラ目立く。あと数秒後には始業チャイムが鳴る。そんなこと気にしていられない。今はわきめも振らずに同じゴールまで走れ。この
先生の話は眠くなるよ。窓の向こうを見たら2年C組で君もまた授業に飽きていた。ちょっと不思議なくらいに同じ行動をしてる。何が好きとか何が大事とかきっとピッとピッとピッと一致するんだ。どんな漫画とかどんな音楽とか二人のセンスはシンクロときめき。渡辺真由さんのソロシングありがとう。てる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 、この息遣い脈落ち方、僕はドキドキドキ恋の予感。吹き出す汗も乱れる髪も二人の気持ちはシンクロ中。惹かれてゆくのはシンクロときめき。これの衣装をいつか着たいなって思って8年いつか着れるかな。ありがとうございました。わわわわぱ。明日も新幹線だ。信じられないよね。頑張れ頑張る。お気に入りリストに6曲入っています。チーム BOC、 思い出せる恋をしよう、夢をガラス瓶の中に、僕は好みを眺めてる、ガールズルール、そしてこちらです。なんでガールズルールが入ってるんだろうか。夏に歌ってたんでしょうか。うわー、これ大阪で昨日ずっと聴いてた。やったー。君がいるとぎこちなくなってしまうよね。僕は僕じゃなくなって自己嫌悪に陥ってしまうんだ。白いシャツが眩しく見えて見え出したくなるよ。恋はしてる、愛してる、この中やる剣を切るみたいに、目の前の愛しさに立ち止まることしかできないのか。踏み切りの向こうの君に向かって、ずっと言いたかった僕を飲もう。どうしても君が好きだ。おーおーおー、もし君と出会わずに生きていたらどこを歩いてるだろう。僕はもっと僕らしく何も縛られる自由でいられたのか。誰にだってなんだって言えるよな。飾ることのない T シャツでいたいな。
二人きりを渡ろうとしていたら遮断機が降りてきて、これ以上君に近づけそうにないんだ。そこにいるのに何にも気づかない、君のままで風に乗ってきっと聞こえるだろう。青い車両に遮られたって僕の言葉を届けたいよ。いつだって君が好きだ。2番結構習得していたくない？やっとこの曲難しいね。2番の座りがめっちゃ難しい。踏切の向こうの君に向かって、ずっと言いたかった僕の想いよ。通り過ぎる電車にかき消されたって、君に届くと信じている。月になるってその衝動は何億分の1くらいの心の中の遮断機が上がって、君に会えたら伝えよう。ねえ、僕らが今生きている間にいくつも踏切を待つんだろう。絶対自分の言いたいことはどこの場所からでも言い続ける。ありがとうございました。はじめだよ、みなもありがとう。むぎもし、みなもありがとう。みんな音符ペンライトありがとう。パチパチパチ。めっちゃ唇を噛みちぎりながら歌ってた。あったかくなってきた。明日は何するの？みんな寝るの？いいな。
カレンコン。散歩？散歩か。買い物？ライブってことはあかりちゃん以外の女子を見に行くんだ。まあ私が主現場ならいいんだけどせ。語尾見せて、語尾わからんくなった。そえさーとかねーとか言いたかったけど、そりゃー語尾ちょっと動揺しちゃって、ゴミ迷子になっちゃいました。50分ら。モロクゾノアさんにいいねされた。
願い事の持ち腐れて3分7秒しかないんだ。今時間見てた、曲ごとの。願い事の持ち腐れから我々 ST48握手会イベントに参加したので結構思い出深いです。そういった意味では。でも歌は全然わかんねえ。サビかろうじて何なんだ。願い事の持ち腐れドゥルドゥ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 ルル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 ル。なんかそんな感じ。福フェス申し込んだ12月、前方チケットとかは先行で申し込むのが足を証明だよ。仕込んだのかな。ドゥームズデイもありがとう。やってくれてる人、まだの方もぜひ。あれは何を買えばいいのかわからないけど、何を優先で買えばいいのかわからないけど、運営さんからもらったやっコインを惜しげもなく使っていたら意外とあとちょっとになってしまって焦っていますが。ハートありがとう。まあ、まあ楽しんでいこうじゃないか。ランキング読もうかな。くるくるりーありがとう。近いしありがとう。じゅんじくん
東京遠征お疲れ様でした。ゆっくり休んだ休日にうなぎとは最高のご褒美ですね。急に気温が下がっていますので、暖かくして休みください。本当に寒いです。ありがとう。カープ HK ありがとう。 G35 ありがとう。旅人ありがとう。マグありがとう。セブンありがとう。ツバメありがとう。ミケちゃん、猫が布団に入ってくる季節が来ました。いいな。いいなぁ、羨ましい。ありがとう。埼玉の歌ありがとう。2つ分の耳もしありがとう。1位は、はじめだよ。劇場公演の東京でメンバーみんなの楽曲の良さがさらに伝わって、たくさんファンが増えますように頑張れ。優しい。頑張ります。ありがとう。いい曲ばっかだからね、スイル自慢です。ありがとう。私がフラワーズからスタートしてください。ミヤスコーグラスタートチームファンの皆さん、ありがとうございます。並んでるしなくちゃんことしてやったりでした。皆さん、今日もありがとうございました。楽しかったです。お疲れ。切るまでが配信です。こたつ切るぞ、切ろっていうか、もう余熱でいいやとは。これ習慣づけないとね。切った。OK。ごちそうさまでした。本当にありがとう、いつも。